与那ゴ城市与那ゴ藩は、法規国会県軍に存在した藩。藩長は与那ゴ城。江戸時代初期の短期間のみ存続した。戦国時代、与那ゴは、天古氏毛利氏が奪い合いを繰り返す、戦略上の重要拠点であった。豊臣氏時代、法規国は東西に二分され、西部は毛利氏の所領となり、毛利一族の吉川博家が、 ガスサンとダジョウを拠点に支配していた。天正19年、吉川広家は新たな拠点として、米子の港山に米子城の築城を開始した。慶長5年の関ヶ原の戦いで、毛利氏は西軍につき、戦後に大幅減法処分を受けた。広家も素王岩国藩に移ることとなった。法規国17万5千国の領主として、新たに、 中村はじめ中が入国した。一中は、豊臣市三中郎の一人であった寸府城主、中村和氏の子である。一氏寺は、関ヶ原本戦直前の7月17日に、病により休止しているが、死の前に寸府城下で徳川家康と会談しており、東軍に加わることを明らかにしていた。一市の功績により、一市の着手である一中に三万国が活用されて、 違法が実現し、夜なご藩を立藩したのである。中村はじめ中は、入部当時11歳と幼少であった。このため、藩政を担当したのは叔父にあたる中村和江と、家康から一中の貢献役として、失政画廊の命を受け派遣された横田村線であった。村線は、幼少の一中の下で手腕を発揮し、吉川広家によって着手されていた。 米子城築城を完成させるとともに、城下町の整備、建設を行い、米子の発展の礎を築いた。反省確立に尽力した村仙であったが、市中の側近である安井誠一郎、天野隆原と対立するようになった。慶長8年11月14日、安井、天野らにそそのかされた市中は、村仙を殺害した。村仙の子の締めや、 村仙の客分であった野牛総明らは奮撃して、飯山に立てこもったが、一中は隣国出雲の堀尾義春の女性を得て鎮圧した。事件の報告を受けた徳川家康は、自らが派遣した横田村仙の殺害に激怒、首謀者である安井、天野の行いを幕府への反逆とみなし、吟味もなく即刻切腹に処した。上主一中は、 品川宿止めに収め、お構いなしとした。中村はじめ中と、巡視者の木造慶長を14年5月11日、一中は20歳で急死した。一中には3人の子供がいたが、両国の継承は認められず、中村氏は改役となった。翌慶長15年7月19日、身の黒の藩主、加藤貞康が2万国の家像を受け、6万国で米市に入部する。 貞康は大阪の陣において軍港を挙げたことから、玄奈三年に伊予大須藩に移され、与那子藩は廃藩となった。加藤氏違法後の給料は、玄奈三年、ハリマから元白領国に入った池田三政の領地となった。三政は放棄の拠点である与那子城に筆頭画廊の池田義行を入れた。義行の後は池田雄星が継いだ。寛永九年。 国替えによって、元白良国に入った池田三中は、着坂筆頭の荒尾整理を、与那子城に入れた。その城下は、荒尾市の自分主政治に任せ、幕末まで続くこととなる。戸様、17万五千国、一中戸様、6万国、定康、ありがとうございます。